おはようございます、あつしです。さあ突然ですが、皆様にとって思い出の曲って何でしょうか？僕にとっての思い出の曲はドナサマーのホットスタッフですね。人生の変わる瞬間に、これです、これです、人生の変わる瞬間によく流していただいた曲で、今でも聴くと熱い思いにさせてくれます。皆様にとってもそんな曲があると思います。さあ今日のラブ川崎は熱いバイオリニストをご紹介いたします。その方に皆さん酔いしれてください。それでは最後までお付き合いください。ラブ川崎スタートです。おはようございます。さあ今日も熱い川崎たっぷりお届けします。いや、思い出の曲一曲に決めるのって結構難しいですね。いろいろ、佐竹さんは何かありますか？私は小学校の時クラスのみんなで歌った翼をください。わいいですね。うわ、いい曲だね。聞くたびタイムスリップしちゃうっていうね。ちょっとうるっとくるしね。そうですね、みんな好き。熱いのお願いします。はい、はい、それでは今日のテーマですね、はい、今回のテーマはこちらです。はい、バイオリニスト石田康直が語る川崎の夜です。 お二人石田さんはご存知ですか？カナフィルの方ですよね。そうです。知ってんだね。すみません、僕は存じ上げないです、はい、あのですね、す石田康直さんは、はい、バイオリニストでいらっしゃいます、うん、国立音楽大学を首席で卒業されて、うん、神奈川を拠点に活動するプロオーケストラ、うん、神奈川フィルハーモニー管弦楽団で、うん、首席ソロコンサートマスターを務めていらっしゃる方なんですね、うん、すごい方なんですね。そう、はい、なんでしょう、ちょっと一見こわおもてな感じですね。メガネは特徴的ですね、うん、そうなんです、はい。佐竹さんは東京音楽大学のピアノ専攻卒業ということで、うん、やっぱりよくご存知なんですか？そうなんです。ちょっとね、インパクトのある見た目ということもありまして、そう、インパクトあるよね。そう、存じ上げていたので、うん、ちょっとね、今回取り上げさせていただくということで本当に嬉しかったんですけれども、うん、そんな石田さんはですね、川崎生まれなんです。小学校までは川崎で過ごしていたということなんですね、うん、いや、ルーツは川崎にありなんですね。そうなんです。まあ、さすが川崎ですね、音楽の街。そういうことです。ビッグネームですね。できますね、今回石田さんに会ってきました、はい、ご覧ください。石田さんに会いに行く。もうカナフィルのコンサートマスターですよ、石田さんって。さあ竹、さあ竹、さあ竹、さあ竹。コンサートマスターって知ってますか？オーケストラのリーダー的存在で第二の指揮者とも言われているんですよ。張り切って行ってきたいと思います。ちょっと噛んだ。気にしないですね。ということで、その対談の場所がミューザ。もう音楽愛好家なら一度は来たことがあるであろうシンフォニーホールがあるところなんですよ。突然ですが、ここでシンフォニーホールはこんなところ。このホールはですね、ステージを360度取り囲むビンヤード形式という形式でできていまして、もう美しいスパイラルの形状と最先端の音響システムが織りなす響きは、もう世界最高のホールの一つと称賛されているんですよ。今年開催されるフェスタサマーミューザに石田さんも出演。気合十分に違いありません。お話はミューザの中にある市民交流室で伺うことに。緊張するね。ああ緊張するな。喋ってくださるかな。ふざけすぎじゃない？高派なイメージがあるからな。めてるでしょ。そしてついに石田さんが登場。かっこいい。今日もよろしくお願いします。楽しみにしてました。そうなんです。早々の衣装をまとった石田さん、高派なイメージでかっこいいですよね。ちょっと中を見せていただいてもよろしいでしょうか？はい、ステッカーがたくさんあって、こんな感じです。石田さんのバイオリン、はい、あれラインストーンが、ね、ついている、はい、行きつけの楽器屋さんにつけてもらったりとか。石田さんにインタビューと聞き、200もの質問を事前に用意しました。気になる見た目について。硬派な感じが好きだったんですか？ああ、もうタクシーとか乗ってても、はい、運転手にまずご職業を聞かれますね。バイオリニストっていうと、やっぱとにかくびっくりした、ね、あれでバイオリニストなんだって、なんか一回聞いてみようかなみたいな、そういう人が本当に一人でも多くいてくれたら、僕は本当にうれしいというか。石田さんに影響を与えたミュージシャンといえば、長渕剛さんがどうやらお好きだって聞いたんですけど、一番好きな曲は何ですか？
まあ、純恋歌、大学の時に東京ドームでのライブ、三塁ベンチからこうブワーって出てくるんですよ、こう。それのオープニングが純恋歌だったんです。登場シーンからもうライブが始まってるんだな、もう出てくるところからがパフォーマンスだ と。野球少年だった石田さん、幼少期は川崎で過ごしていました。幼少時代って目立ちたがりや、今も変わらないかもしれません川崎市のどのあたりに住んでいたんですか？上戸です。だから、ね、当時よく多摩川とか遊びに行ってましたね。花火したり、はい、あと花火を見に。あ、親と見学に行った上戸のバイオリン教室で先生から勧められ、自分がうなずいたのがきっかけでバイオリン始めましたね。上戸のその先生がいらっしゃったから、そうです、そうです。今こういうふうに活動されている、はい、ということなんですね。急に賑やかにベートーベンとか夏の装いに、ホールの装いというか、どうですか？響きが素晴らしい。どういう響きなんですか？楽しげではあるけどね。ミューザ川崎はもうずっとこう響きがいう感じ。弾いてる方も気持ちいいですよ。最高の響きが体感できる夏の祭典フェスタサマーミューザの楽しみ方は、ね、いろんなオケによってこう特色とか、うん、もちろん指揮者ももちろん違いますし、それが面白いんじゃないか。聞き比べたりするのも楽しいんじゃないかということですね、はい、なかなかできないですもんね。そうです、普段のコンサートでは。そうです。石田さん、はい、甘いものはお好きですか？ということで石田康直さんにお会いしてきました。何最後なの意味深な質問は気になりますね。200の中の1個があれだったね甘いもの好きですかって。この後に続きますから楽しみにしてください。でもやっぱりなんかバイオリニストとなんか想像すると相方は出てこないよね。そうなんです、ギャップがいいですよね。でも和楽器の人かと思ったの最初、太鼓ドーンドーン叩きそうじゃん。でもそのギャップにやっぱりこう引きつかれ、そう、ね、引きつなっちゃう存在なんですよね。繊細な曲を弾くのかって気になるよね。そうなんです。あの石田さんのお話にも出てきた音楽の祭典、うん、フェスタサマーミューザ川崎、うん、ということで、うん、フェスタサマーミューザのここがすごい、うん、日本トップレベルのオーケストラが一堂に集う夏の祭典というのは他にはなくて、ミューザを拠点に活動する東京交響楽団をはじめ、うん、首都圏の9つのオーケストラと、うん、関西の U、うん、大阪フィルハーモニー交響楽団も登場するということで、うん、非常に珍しいコンサートなんです。だ、音楽ファンにとって、まあ、うん、とんでもないことが起きるイベントだ、フェスだっていうことですね。そうなんです。まあ、で俺よくわかんないのでちょっと例えてみるならば、あのすごい仮面ライダーが集まる夏の映画みたいな、夏休み映画みたいな感じなのかな。そのイメージで大丈夫かと思います。すごいね、とにかくわ、どこ見てもすげえぞってなる、そんな感じだ。そうなんです。でさらにプレトークなどで奏者や作品を身近に感じられるほか、子ども向けのコンサートもあり、料金もお得で配信でも楽しめるということなんですね。なんかとっつきやすいというか始めやすいですね、クラシックをね。入り口になるといいですね、クラシックね。では続いては石田さんとこちらに行ってきました、はい、実はこんなことを考えていました。せっかく川崎に来ていただいたのでおもてなしがしたい。おもて、甘いものはお好きですか？好きですね。本当ですか？おすすめのところがあるんですけど、はい、ちょっと一緒に行きませんか？もちろん、はい、ありがとうございます。可愛いですよね年間およそ100公演をこなす石田さんを癒したい。向かったのはミューザの隣にあるホテルメトロポリタン川崎です。あのアーティストの方による現代アートが展示されていて、ちょっとギャラリーのようなホテルになっている場所なんです。素敵ですよね。そうですね。長渕剛さんが好きなバイオリニストの感性に響くかもしれない芸術作品の数々。これ美味しそうじゃないですか。そうですね、これ、はい、宮崎県産マンゴーのパフェなんですけど、はいはいはい、川崎市と宮崎県って仲がいいの知ってました？あ、仲いいですか？はい、そうなんです。サキサキ協定ね。石田さんを宮崎県産のマンゴーを乗せたパフェでおもてなし。はい、いただきます。高級パフェだね早いねうわ、大きいマンゴー乗ってますよ。いただきます。こっちもね、そうだね。うん、おいしい。無邪気だなごちそうさまでした大好きじゃん甘いもん打ち解けたようなので200ある質問の中からこちら。バイオリン以外にちょっと浮気したいなって思ったことありますか？すいません、僕ないです。一筋やっぱりバイオリンが良かった。なぜそこまでバイオリンが好きなのか。メロディ楽器。あ、そうですよね、はいはい、なので旋律を担当することが多いですね。目立つじゃないですか、はい、コンサートマスターって、はい、
か要なところあるじゃないですか。コンサートマスターでいらっしゃいますね。コンサートマスターってバイオリンの人にしかできないじゃないですか。じゃあコンサートマスターになりたいっていう目標があったっていうことなんですか。まあ、なかったんですけど。あ、なかった。さらにこんなことも聞いてみました。心がけていることとかって何かありますか。もうどんな公演でもとにかく全力です。舞台と客席が一つになる瞬間、なんだろうね、あの雰囲気というか、たまんないです、ね。そのために一つの公演をもう命がけでやってるぐらいの。そうですね。初めて演奏を見てまた来たいと思う人が一人でもいたら嬉しいと石田さんは語ります。今後の目標だとか。長く現役を続けること。石田組で横浜アリーナとか、はい、ああいうでっかいところでやるのが目標の一つです。紅白に出るとか。お礼の意味も込めてこんなおもてなしを聞いていただけると嬉しいです。わ、はい、かりました。はい。素晴らしいです。綺麗でした。石田さんこれからも応援しています。石田さんが綺麗でしたと、本当に嬉しい一言で今でも心に残ってます。震えながら弾いてよかった。いいですね。言葉は綺麗ですね。綺麗でした。そうですね。嬉しいですよね。絶対言われたらね。最高の言葉ですね。そんな石田さん、休みの日はお笑いを見るのが好き、はい、ダウンタウンさんのファンだそうです。ゲラゲラ笑ってるそうですよ。石田さんの中にはいろんなエッセンスが入ってるんだ ね、そうなんです。長渕さんも入ってるじゃないですか、はい、だからバイオリン界の長渕さんみたいな感じですよね。そうですよね。そう、会場一体となってとか、なんかそういった言葉の節々もなんか長渕さんとリンクしてくるんですよね。なんかすごく熱い気持ちを感じましたよね。うん、かっこいい、はい、そんな石田さんの奏でる音色を思う存分楽しみたいという方は、はい、こちらのコンサートがおすすめです。石田康直スペシャル熱狂の夜、うん、というコンサートなんですが、クラシックだけではなく皆さんが一度は聞いたことがある映画などの曲も石田さん独自の感性で演奏される熱い公演です。4回とも違う構成と楽曲でお送りしてくれるということなんですね。わーってみたいな、石田さんにお話してみたいです、そして、もちろん、ね、コンサートも聞いてみたいです。はい、はい、行ってみたいですね、うん、佐竹さんありがとうございました。ありがとうございました。続いてはプレゼントです、はい、今回はフェスタサマーミューザクリアファイルとミューザ川崎シンフォニーホールオリジナルランチバッグを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は6月4日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。番組ホームページからメールでも受け付けています、はい、たくさんのご応募お待ちしております。お待ちしています。さあということで、はい、うん、今日はフェスタサマーミューザー行きたくなりましたね。いやいいね、あのポスターもなんか勢いあっていいね。そうですよね、なんか楽しそうな雰囲気伝わってきますよね。なんかクラシック楽しんでくださいっていう夏の祭典だよね、はい、本当にね、うん、そこに石田さんもご出演されると。初心者の方でもきっと、うん、入りやすいですね。そうですね、一歩踏み出しやすいコンサートかなと思いますよ、ね、そのコンサートマスターっていうのを頭に思い浮かべながら見てみたい ね、どんなことしてるのかとかね。ラブ川崎また来週です。バイバイ。